。カーナンバー1番の、マレリーインパルゼットは平峰和樹9番担当です。そしてランキング2番手のカーナンバー3ニテラモチュールゼットは高星道則が9番担当になりました。カーナンバー8番の ARTA 無限 NSX-DT8 号車は大湯組織。カーナンバー14エネオス X プライム GR スープラは山下健太です。カーナンバー16ランキング3番手、ARTA 無限 NSX-GT16 号車は大津博樹。17番のアステモ NSX-GT は塚越広大。カーナンバー19、こちらはメンズスポーツアルバス GR スープラは36番のデロイトトムズ GR スープラは笹原部長。そしてカーナンバー38番レッドセルモ GR スープラは石浦博明。 Q2 には立川雄二が控えます。カーナンバー39関口雄飛デンソンコベルコサード GR スープラ。そしてカーナンバー64モデューロ NSX-GT NSX-GT ですね、太田格之進。そしてカーナンバー100番の、スタンレー NSX-GT は牧野忠介が9番。さあ、それぞれメーカーの期待をかけて、最初のテストチーム、メンバー、スポンサー、すべてのですね、この、スタッフたちの、まあ、このですね、期待も背負って、第1次予選となります、というか、各ドライバーがコースに入っていきます。さあ、カーナンバー36入りますか？カーナンバー36が動き出しました。今、モーセとアイランド。PR スペシャル。UR 担当は、山田君が担当です。前回、素晴らしい追い上げを見せ、決勝レースで逆転優勝に導いた宮田君も、今回は、予選の戦いは、
ってくるかどうか。
最後の最後に逆転されてノックアウト。これが現実なんでしょうか。厳しい現実。タイムを上げた太田角の芯が素晴らしいアタック。さあこれでチャンピオンシップの行方は16号車にとりましてはちょっとネガティブ。トップ通過カーナンバー3番逆転を狙うランキング2位のニテラモチュール Z 高星光則がトップタイム。さあ千代につなぎました。2番手には14番エネオス X プライム GR スープラ、3番手には100番のスタッフエネス XGD、 4番手には24番